はい、洗濯ブラザーズです。ワッシュワッシュはい、ゴットン君、はい、初登場ですね、未熟のね、スタッフということで、はい、コットンが今日、ちょっとね、このコート、これはバーバリーバーバリーのトレンチコートです、ね、トレンチコートを、コットンが、まあ、洗っていくということで、皆さんもコートのケアをする際は、まあ、クリーニング屋さんに出すのか、それとも自分で洗うのかっていう判断を、まあ、どういうふうにすればいいかなという部分を、ね、まあ、ちょっとコットンにも聞いていきましょう、はい、まあ、この洋服の状態としては結構ね、はい、月日が経っておりまして、はい、もう擦れて白くなってるところも多いですし、そうですね、はい、まあ、多分初めはもうちょっと、うん、まあ厚手の生地だったのかなと思うんですけど、ね、ちょっとテロンってした感じになってます ね、 やっぱりネイビーってもうめちゃくちゃ色こうなりますもん、最終的には。なりますね。ネイビー、黒とかの、うん、まあ、色が濃いものに関しては、うん、もうかなりやっぱりこう発火してくる、白くなってくる部分が多いので、うん、はい、本当にポイントとしては、うん、やっぱこう後ろにボタンがついてある部分は、はい、やっぱここが擦れて白くなって色が抜けちゃうこと、あとは、はい、やっぱりこのここですね、こういった端っこの部分っていうのは色抜けやすくなるので、はい、まあ、そういった部分も、まあ、含めて、うん、なんか、まあ、どういう感じでクリーニングに出していけばいいのかなっていうのを、う、ね、ちょっとお家で洗う洗い方以外にも説明できたらなと思うので、う、ね、はい、大事だと思いますね、まあ、なので、まあ、基本的にはやっぱり僕ら水洗いできますよっていうお話でクリーニングもさせていただいてますし、うん、こうやって動画も撮らせていただいてるんですけど、うん、こういうトレンチコートっていうのを、うん、例えば初めて買いました、はい、でワンシーズン来ました、はい、でクリーニングに出そうかなっていう時に、うん、僕は、うん、もう初めのワンシーズン来たぐらいだったら、うん、初めはドライクリーニングのみでもいいのかなとは思います、うん、はい、あんまり一番初めから水洗いをどんどん繰り返していくと、うん、まあ、どうしても色の部分であったりとかっていうので、うん、で言うと、うん、初めはドライのみでしてあげた方がいいかなと思うので、うん、水洗いをするタイミングとしては、はい、やっぱりすごい着込んでしまってちょっとへなってなってきた、うん、なんか自分でもちょっと首周りの汚れがちょっと目立ってきたなって思うタイミングで、うん、水洗いでクリーニングに出していただくのが多分洋服を長く保つ上では、はい、いいんじゃないのかなと思うので。そうなんですよね、やっぱりドライクリーニングって生地にダメージなく水を使わないクリーニングなんですけど、一方でこの汗の汚れが落ちないという、落ちないですね、衝撃の事実。皆さん、ね、まあ多分、はい、ドライクリーニングが嫌だなと思ってるお客さんの中で多いのが、うん、ドライのみで全ての汚れが落ちてるって思ってるお客様が多いと思うんですけど、はい、ドライクリーニングっていうのは油で落ちる汚れのみが落とせてる状態なので、はい、水で落とさないといけない汚れっていうのはどんどん蓄積されてる状態になってるんですね。そうなんですよ、これがまず衝撃っすね。これ意外となんかドライで全部、はい、解決って思ってるお客様も多いですし、あとは一瞬宣伝挟ましてこれにそういうことを書いてますこのね、あ、新しい本が出たんですね。もう7月末にですね、世界一と言っても過言ではないか、やかましは日本一の洗濯役をしている汚れ落としの神業というムック版が、はい、7月末に出ておりまして、今コットンがやってくれたような、まあ、クリーニングに出す際の、注意点、出す側の注意点もいろいろありますよ。あ、そうですね、失敗しないためのクリーニング店活用率も、こちらに記載っていうのと、まあ、言っておりますのでね、ぜひこちらもぜひ、はい、そして、はい、で、うん、どこまで話しましたっけ。分からん、忘れた。多分、まあ、ドライクリーニング、ね、クリーニングの、まあまあ、メリットデメリットです、ね、でやっぱりその、まあ、汚れが全部落ちてるって思ってるお客様以外で、うん、ドライが嫌だなって思えるやっぱり匂いだったりすると思うんですよね。クリーニングで変えていた時にドライ特有の匂いっていうのは、そういうのっていうのが、これ僕言っていいのか分かんないんですけど、多分こうしてくれると思う。いやいや、多分せえへんと思うけど、いいよ言ったら、そのクリーニング会社さんによってドライクリーニングでの、まあ、使ってる洗剤ソープって言われるものの管理方法によって、そのドライの仕上がりっていうのも全然違ってくるので、はい、
なんかそういうのっていうのは、まあ、僕は思うんですけど、あのお気に入りの美容室探すのと一緒で、いろんな店舗に出していって、やっと自分の要望に近かったりとか、自分の希望に近い、はい、あのクリーニングの仕上がりがあるお店を見つけないといけないんじゃないのかなとは思うんですけど、はい、ちょっと宣伝挟まして、こちらの7月末に発売されたムック本にもですね、そのような内容もあの詳しく書いておりますので、ぜひ全国書店で、はい、そういうことです、はい、だからね、やっぱりクリーニング店さんといかに会話をするかっていうのも非常に大事、ね、はい、あの買ったばっかりじゃなくて結構大事にこれは着てるもの、まあよりそうですね、あ、まあ、だからお店側とさ、この出す側とさ、はい、違うじゃん、違いますね、あの出す側は本来はこうしてほしかったっていうことが結構あるんですね、はい、でそれをやっぱりこうね、受付の時に、はい、あのしっかりと会話するっていうことが何よりも大事、そうです ね, ね、まあ、言ったらこれただ出すだけでお預かりしましただと、はい、例えば自分がどうして欲しかったのかなっていうのは、うん、まあ、言ったら受付側の人にも伝わってないですし、はい、受付側の人は何も言われずに出されちゃうと、じゃあ汚れがいろいろあるんで全部落としましょう、はい、なることが多いので、はい、まあ、ちょっとできるだけこうして欲しいですっていう要望を、はい、あの言うのがいいのかなとは思いますね、はい、ぜひその辺の、まあ、クリーニングに出す際の注意点を、まあ、今回ちょっと前半でお話したんですが、はい、まあ、実際じゃあこれをおうちクリーニングしようと、家で洗ってみようという手順をですね、今日はちょっとそうですね、ささっとやっていきますか、ささっと、はい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 、まずはそうですね、まあもう結構着てるので、うん、あのまずは汚れ蓄積してる部分を前処理しっかりしてあげたいなと思います、はい、そうですね、じゃあそうですね、やっぱり気になるのはこの首元ですかね、首元は結構汚れが蓄積しやすいので、あとは首元は特に汚れを放置してると、あの水洗いをした際にその汚れのせいで生地の色自体が変わってることがあるので、こういった風になんか、まあ、白っぽくなってることが多いです、うん、こういったのも、まあ、しっかりあの受付に出す際に言っていただくと、多分あのお洗濯した際にこうなっちゃう恐れがありますっていうのはご説明していただけると思うので、はい、なんかちょっと自分が少しでも気になるところがあれば、うん、全部のなんか徹底的に重箱の隅をつつくぐらいの勢いで聞いてあげたらいいと思います。そうそうそう、もう万々言っていいと思いますよ、まあ、そうすると今後自分が出す時に要望とかも伝えやすくなると思うので、うん、でやっぱり、じゃあ色出したくないから洗わない方がいいんじゃないのという話になってくると思うんですけど、それはそれで違うんですね。やっぱり、皮脂とか、まあ、あのね、ポケットのところとかやっぱり手汗で変色してきます。なので、まあ、大事だから洗わないという選択ではなく、大事だからこそ、まあ、しっかりちょっと、洗剤選び、そして、まあ、洗い方っていうのを注意しないと長持ちしないですね。これは一つアドバイスとして言えるんじゃないかなと。そうですね、はい、ブラザーズのコートですね、なんかシミもないですね、ないですね、綺麗にやっぱりね洗いながら着ますね。ということで、あんまりあの大きいシミとかもないので、やっぱり、まあ、一番汚れがたまりやすい手首と首周りの前処理を、うん、あの軽くやります軽く。今回はそんな汚れがたくさんついてるわけではないので、はいはい、軽くでいいと思います。そんなにガンガン前処理しちゃうと逆に色落ちだったりとかっていうのが、あと結構男性の人はこの裏地の脇汗の、あ、脇の部分ですね、脇の部分がやっぱりあの汗でね若干すごい変色したりするんで、そういう時にもプレウォッシュがすごく有効です。でプレウォッシュは、毎回言ってますが、この商品がない場合は、ご自宅の洗剤と水を1対1で割ったものをこう吹きかける感じで、ではまず手首から、はい、叩く、3回目、もうこれはもうこの辺はもうブラザーズチャンネルを見られてる方はもう完璧でしょう。当たり前、常識になってます、常識になってます。これもうこれやらないと始まんないよっていうぐらい。で脇汗も落ちるんですかってめちゃくちゃ聞かれるんですけど、落ちます、綺麗に。脇は特にあの前処理した方がいいですね、はい、気になってる方自分で、はい、でその汗じみはなかなかドライで落ちないです。落ちないですね、はい、ね、
ね、ジャケットとかもそうですし、めちゃくちゃそこが気になって気持ち悪くて着れないっていうのが、あとは首周りですね。はい、首周りもそうですね。もう綺麗ですね。もう綺麗です、すごい。これはね、まあ、綺麗ですけど、皆さんのご自宅にあるやつは結構汚れたりするかもしれない。まあ特にその手順、洗ってないものとか、はい、汚れ結構溜まってると思うんで、今回は軽くやっていきます。はい、はい、で次なんですけど、はい、まあ水洗いに入っていくわけなんですけど、はい、あと10分15分ちょっと置いてもらってから、そうですね、今回3分クッキングと同じ手法なので、パパッといく感じ、パパッといきます。じゃあ、今回セレクトしたのはこの色柄物専用の洗濯洗剤です。もう、まあ、色をなんとか抑えたい。そうですね。あとはこの洗剤はシワにもなりにくいので、すごいいいですね。こういったトレンチコート系の、はい、まあそうですね、織りが細かくて密度が濃いような、そうですね、生地っていうのはシワになっちゃうとシワを戻しづらいので。なるほど、皆さんはあれですよ、おしゃれ着用ですよ。マールさんです。ええ、マールさんですよね。ですね、マールさんですね。はい、あとはすごい、もう特にトレンチコートはそうなんですけど、うん、かなりシワになりやすいので、うん、で、あとこのトレンチコートの、洗濯した後の仕上げっていうのがかなり難しいので、はいはい、できるだけシワにならないようにしたいの で、とりあえず今回はちょっと洗う、今回洗うっていう工程 で、仕上げの工程のコツはちょっと次回に、そうですね、プロがいるので、プロを呼んでおりますので、その人にやってもらいます。きれいに畳んでいただいて、うん、で本当もう短時間で洗えます。たっぷりの水を使うんですね。あの水はたっぷりたっぷりいくんですね。ただ本当にきれいですね。汚れ何も出ないですね。出ないですね。さすがっすね。いや、まさか本人も自分のトレンチコートが勝手に洗われてるとは思ってないと思うんで、ここに置いてる自体でもね、そうですね、こういう使い方されるぞっていう、はい、きれいに自分で仕上げていただきます。そうです、最後はね、全く汚れがこの YouTube チャンネルでも珍しく、初めてじゃないですか、こんな全く汚れが出てません、ブラザーズのコート。でも本当に短時間でいいです、これ。あ、でもちょっと出ますね、よかったね、よかったよかった、汗じみです。あとこの色的には色落ちではないですね。ないです、これは色じゃないです、汗です、汗とほこり。結構出るね。結構出ますね。こう褒めたの返してほしいね。綺麗だなって思ったんですけど、全然出てんじゃんっていう。だからここまで以外までわかんないんだよね。そうですね、うん、結構出ました、意外と、うん、出た、ほら、よかったね。これはちょっと出てますね。まあでもやっぱやはりプロ、今までルイのさ、あの10年ものとかさ、やばかったじゃん、もう真っ黒だったでしょ、うん、って考えるとちょっとやっぱプロですね、やっぱり、はい、たしなんでおられるね。だって日本一の洗濯さんが自ら出した本を出したのに、はい、じゃあネットいりますか。ネットいります、ネットに入れてあげます。あとそうですね、トレンチコートなんで、もう一個ちょっとまあポイントということで、タオルをね用意します。こう畳んだ際のこの畳みじわのところが結構大きいシワになりやすいので、このタオルをまあこの折り目の部分にちょっと かましてあげるだけで、小技効かす、ここの折り目っていうのが脱水だったり洗濯の後に軽減されます。じゃあ長物は結構これいいね。長物はやっぱタオル、タオルでね、この前の動画のキャップのやつで洗濯ネットとか入れてたと思うんですけ ど、まあそれと同じように、まあ、型崩れさせないというよりかシワを作らないように、うんうんうん、タオルを挟んであげて、うん、まあ、これだけこう
緩やかなカーブになってるので、うん、シワにもなりにくくなってますね。はい、なんで皆さんにメルカリでコートを送るときとかもこうやって畳んであげるとシワになりにくいです。そっかそっか、向こうでね、受け取るとき受け取る人がシワになってないっていう状態で送るんだったらこういうのがいいですね。で、いつも通り動かないように不要な部分はしまってください。しまって脱水、脱水です。脱水を1本だけで、脱水はソフト脱水で、ソフト脱水でスタートします。いいね、うん、いい内容が言って洗濯母ちゃん、今日もいい天気だね母ちゃんはくるくる腕まくりをしてパーッとカーテンを外すと太い腕でたちまち洗ってしまいましたみたいな。今の時代めっちゃ怒られそう、その内容はい、脱水が、はい、脱水が終わりました。脱水が終わりました。じゃあちょっと、はい、すすぎの時にどんだけ汚れが、そうですね、ギャンになってるか。で、タオルは、タオルはまあね、外しましょう。外して、ね、また使いましょう。小技をね、効かしていったね。確かに、ギュッてなってないもんね。ギュッてなってないですね、はいはい。ふと、ちょっとハサミする技ですね。さあ、どうだ。あ、でも脱水のパワーで汚れは出ないですね。汚れは飛んだのか、どうなんの。あ、出ないね。出ないですね。出ないですね、やっぱりね。すごいね、脱水って。やっぱ脱水で汚れが出てますね。ね、完全にそうですね。あ、ちょっと出てるかな。ちょっと出るんよね。ちょっと出るんよ。ちょっと出るんですけど、多分この、これぐらいの汚れの量だと、この後のもう一回の脱水でしっかり落としきれるので。かなりクリアになると思いますよ。かなりクリアですよ。魚住める、ニモが住めるぐらい、ニモ住めるぐらい、ああ隠れ熊の実が住めるような結構出てんじゃん。結構出てますね、まだ。汗かいてんだね。まあ、あとはやっぱりこういった厚手の生地っていうのは結構奥の方まで汚れが、まあ、まあ、行きますからね、あるので、はい、見えない敵との戦い。でもこれすごいのが、ホコリとかの汚れ全然出ないですね。ホコリって結構ね、グレーっぽくなるんですよ。あと水流した時にすごい砂みたいなやつがいっぱい残るんですけど、ね、それないので、汗です、汗。すごいな。皮脂、汗。でもそれ出ただけでもさ、超気持ちよくないですか？そうです ね。まあ、全然出てない方です、本当これは。過去ね、いろんな人のやつ見てきましたが、そうですね、もうえんげつないんですから、本当に臭いんですから、吐きそうになるんですよ、水見ただけで、出汁を見ただけで、もう気持ち悪くて。僕そういうの多いんで、あんまり深く、まあ僕も多いんでね、あんまり言えないんですけど、僕も皮脂多めごりだな。もう一回脱水をして、はい、脱水しましょう。すすぎましょうか。そうですね、もう一回すすぐ、ただまた脱水せなあかんで、じゃあちょっともういいじゃん、これで、これで、うん、あんまり脱水もしすぎると良くないので、そう、出すぎるとね、ダメージがあるんで、まあ今回はちょっと色守りたいというので、色守りながら皮脂汗を出す。だこれだけするだけでもすごい軽くなりますね。そう、これがウォータークリーニングの醍醐味です。洋服が軽くなるっていうのは、水洗いの醍醐味はここにございますので、まあもう軽く脱水1分1分2回やるだけです。はい、じゃあ脱水します、うん、はい、ということで2回目の脱水が終わりました。はい、まあ、これで完全に皮脂、はい、汗は気になってるんじゃないでしょうか。で、2回目の脱水はこの後干すので、うん、ちょっと1回目の脱水よりも弱めです。だから時間も少し短いぐらいで、ちょっと水分量多いぐらいがシワなく干せるので、はい、じゃあこのタオルを取って、はい、はい、ね、
ハンガーにかけて、はい、ちょっとこの肩部分がね、分厚めのハンガーをチョイスするようにして。そうですね、もし、まあ、ワイヤーハンガーとか薄手のハンガーしかないっていう方はタオルとかちょっと巻いてもらったりとかして、うん、厚みを出してもらうといいですね。はい、で、はい、まあ、押していただくんですけど、うん、はい、これもマストで、はい、で、シワにならない、押してもらった時にやっぱりシワに、あ、縮みの原因とかがやっぱ縫い目にあるので、縫い目はもうしっかり伸ばしてもらう。脇下とかですね、こう、あとはこの後ろの、うん、いい匂い、いい匂いです。いいですね。で、本当にシワにならないようにできるだけ形も整えてあげながら干してあげるとシワも少なく干せますね。うん、で、結構シャツとかだと、まあ、もう本当にスチームアイロンとかで、はい、あの乾いた後の、あのシワ伸ばしっていうのが結構簡単にできるんですけど、やっぱこういうトレンチコートみたいな生地が、あの密度の濃いものとか、密度の濃いっていうか、濃いものとかは、うん、やっぱりアイロンでプレスしてあげた方がしっかりシワも伸ばせますし、うん、あとすごいこの腕部分とか立体的に仕上がるので、なので、はい、あのこういったコートは最後の仕上げはあのアイロンでしっかりプレスしてあげる方がいいです。そうですね。はい。はい、で、まあプレスに関しては、うん、本人にやっていただきましょう。はい、そうですね。今回はちょっとあの、まあ、気をつける部分、クリーニング出し際の気をつける部分、自宅で洗う際の気をつける部分、ご説明しましたが、次回ですね、これをいかにアイロンを使って立体的に、立体感を出すかというのを、我々の師匠に、そうですね、やってもらいましょうか。はい、はい、じゃあぜひ次回お楽しみください。ぜひあの洗濯ブラザーズ YouTube チャンネルでは、さまざまな皆さんが家で洗えないだろうなと思ったものも、いろんな、ね、チャンネルであの洗ってみたりしてますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。コメント欄でやってもらいたい企画だったりとか、はい、これ洗ってほしいなとか、なんか100万円使ってみてくださいよとか、あのコメントに書いてくれたらもしかしたら、はい、僕たちやるかもしれない、やるかもしれませんので、ぜひその辺も、でインスタグラムは洗濯アンダーバーブラザーズの方に、ぜひアクセスしてください。そして、今回使った洗濯洗剤はですね、リブレ .co.jp の方であの購入いただけますので、そちらもぜひあのチェックしてください。今回もありがとうございました。ありがとうございます。俺らずっと笑っていたい。ブルンビンボンスギデンデンナウ、死の間際でも笑っていたい。ブルンビンボンスギデンデンナウ、家こもれるまたこの時間に汗。